エスピリチャンネルへようこそ。どうも、ビーヒロナミです。菊池マスネです。井上モネです。ということで今回はですね、エスピリチャンネルの中で、小さい頃やっていたバイオリンのいろんなことについてインタビュー形式で質問に答えていきたいと思います。正直に言うとバイオリンはとても難しいです。調弦の部分からやっぱりこう一つずつの音を聞いて確かめていかないといけないので、わずかな音でもやっぱり狂ってしまえば演奏に支障が出てしまうので、その面においてはとても難しいです。ギターとかと違ってフレットとか、フレットって言うんですあの押さえる目印みたいのがないので、まず音程を取るとこから難しいですし、あと私が今すごく弾き続ける上でこう追求していくんだろうなと思うところは、やっぱり右手の使い方で、まあ、左手は結構テクニックで練習すればできるっていうところがあるんですけど、右手は本当にここで音を出してるので、こう使い方がすごく難しいなと思います。難しいです。前はあれですね、先生の動画を撮っていたので先生が演奏する動画を見てずっと撮っていたので、まあ、それを 見返したりとか、あとは楽譜に指使いを書いていたので、そこを見てやっていたりしました。ちょっと何歳っていうのは分かんないですけど、まあ、幼稚園後半というか年長さんとか中学生かなと思います。何歳そうでしょ、ずっと書いてあった気がする、4年生ぐらいまで書いてあった。自分でやっぱり読まなきゃって思うようになってからできるようになったかもしれないね、うんうん、基本的にお優しい厳しいって言えないこういうのに企画にいろんなことを教えてくださって、でそれを気をつけて練習すると自分でもできるようになるっていうのが分かって、でちっちゃい頃やっぱりそれが嬉しくて、あのレッスン行きたくないなって思った時はあんまりなかったですね。香川先生はどちらかというとこう厳しく指導するんじゃなくて、こう褒めて伸ばすタイプだと思うのですなんで正直あまり怒るっていうのは見たことがないです、正直言って。なんで皆さんぜひ来てください